株式会社ブレイズの植地と申します。名古屋に本社がある EV メーカーなんですけれども、乗り物のですね DX 化の、まず最初の一歩ということで電動バイクをご紹介したいと思います。でこちらにありますのが業務用に開発しました EV デリバリーという商品になります。屋根付きのタイプと、あと屋根のないタイプと2車種ご用意しております。でこちらはですね 100% 電動なんですけれども、充電設備の投資が不要で家庭用のコンセントから充電できるタイプになっております。それでいて航続距離は100キロを誇りますので、ちょっとした工具とか部材とかですね、あと当然おカバン、書類、それからあともともと目的としていたフードのですね宅配などにご活用いただいております。原付き免許で乗れる原付き登録タイプと、あと普通免許が必要な原付きミニカータイプとモデルと2タイプ用意をしておりまして、免許のわざわざですねバイクの免許を取らなくても使っていただけるような仕様になっております。で大きな特徴としましては、非常に安定性が高いというところにあります。よくこの手の商品ですね、お使いの企業さんたくさんありますけれども、従業員さんの事故が多いということを懸念されていらっしゃる会社さんあるんですが、これ非常に低重心で引っ張ってこかそうと思ってもこけないの安定性を誇ってます。でちなみにここのレバーを下げるとですねロックが解除されます。で車体を倒すんですが、ここまで倒してもですね車体はびくともしない安定性を誇ってます。フロントガラスもですねガラス製ですので、いつまでもですねクリアな視界を保つことができますし、あと Bluetooth 機能も内蔵されてまして、お客様のお宅にお伺いするのに、スマホのマップアプリ Google マップなどをお使いの方多いと思うんですが、その Google マップのスマホからの音声ってほぼ走ってると聞こえないんですが、 Bluetooth で増幅して例えば100メートル先右折ですといったマップアプリの音声を聞き逃すこともありませんので、前方不注意による追突事故などを抑止することなんかもできるような仕様になっております。で最高速度はミニカータイプのもので60キロ、法定速度60キロですので、それに合わせて60キロまで出る仕様になっております。でこちらが原付免許で乗っていただける原付登録モデルですが、こちらは法定速度がですね30キロですので、それに合わせて40キロまでしか出ないような仕様になっております。当然原付登録モデルは、ヘルメットの着用等が必要になりますし、3車線以上の交差点では2段階右折が必要になりますが、ミニカー登録モデルは、そういったことも不要です。いざ車道に出ると、いわゆる自動車扱いになりますので、非常に利便性の高いモデルとなっております。操作は至って簡単でして、鍵をですね普通の通常のバイクと同じように挿して右に回していただけるとモニターがつきまして、これでもう、オンの状態ですので、これちょっと Bluetooth が最初喋ります、はい、でこれでもうアクセルを回していただくと普通に前進します。ここに R ボタンとありますが、これリバースボタンと言いまして、いわゆるバック機能です。これを押すとですね、で今 PP 音が聞こえると思うんですが、これこの P 音が鳴っている間にアクセルを回すとバックするような仕様になっております。でもう一度押すと解除されます。でその上にある3段階の速度調節機能もありまして、1だと25キロ、真ん中の2にすると45キロ、で3にすると60キロまで出るような仕様になっております。なので、バイク等乗り慣れない方はですね、最初のうちは低速で走行して、慣れてから少しずつ上げていくといったことをお勧めしております。あとウインカーですね、左キャンセル、右キャンセルといった、通常のバイクにあるような機能は当然ございます。オプションでスマホホルダーをつけることも可能になっております。あとはワイパースイッチを入れていただくとワイパーの操作もできます。充電は至って簡単でして、こちらの付属の AC アダプターをですね、片方を家庭用のコンセントに挿していただきます。で、こちら側を車体のサドルの下のですね、こちらの充電口に差し込んでいただく。これだけで、約6時間で満充電になります。で満充電での航続距離は約100キロとなっております。こちらがですね、折りたたみができる電動バイク、ブレイズスマート EV という商品になります。こちらはいわゆる原付一種ですので、原付免許で乗っていただけます。最大の特徴は5秒で折りたたみができるという点です。こちらのナンバープレートを内側に折り込んだ後、レバーを下げてサドルを持ち上げながら後ろに車体を引いていただくと簡単に折りたためます。でステップも
ハンドルも簡単に折りたためますので、ゴルフバッグサイズぐらいの大きさになってしまうので、車に積み込むことも簡単ですし、お部屋の中とかオフィスの中に保管していただくことも可能になっております。車体本体の重さが18キロと非常に軽量ですので、片手で持ち上げることができます。で、操作も非常に簡単でして、主電源をオンにしていただいて、でこちらのスマートキーですね、通常はポケットに入れておくんですが、ボタン1つです。これを2回押していただくと、これでいわゆるオンの状態です。あとは、アクセルを回すとこんな感じでスタートします。で、原付の法定速度に合わせて30キロまでしか出ないような設計になっております。それでいて、航続距離は30キロ走ります。なので、まあ、いわゆるちょい乗りには便利かなと思います。で、充電方法はですね、こちらに充電用の端子がございます。こちらから車体に直接充電していただくこともできますし、もしくはバッテリーの取り外しが簡単ですので、こちらだけをお部屋の中に持ち込んでいただいて、ご家庭のコンセントから充電していただくこともできます。で、空の状態からだと3時間半で充電できますけれども、それで約30キロの走行が可能になっております。そんな感じですかね。あと気になるお値段なんですが、こちらの業務用のタイプでですね、なんとですね、50万円前後の車体価格です。こちらは、この手の屋根付きの三輪バイクのガソリン車と変わらない価格設定になっております。で、さらに、こちらの折りたたみができる電動バイクはなんとですね、税込みでも20万円を切る価格設定になっております。で、気になるあとはランニングコストなんですが、こちらの、三輪の電動バイクだとなんとガソリン車に比べてですね、年間約10万円のコストダウンが図ることができます。要はイニシャルコストを変えずにランニングコストを大幅に下げることができますので、企業様のですね、経営の改善にもつなげていただくことができるというふうに考えております。